宮沢先生からは、何か近況報告なり、YouTuber になられる。YouTuber にね、はい、あの就活がうまくいってなくて、このままだと無職になるので。あと4ヶ月ぐらいでしたか。そうですね、4ヶ月半ですね。なかなかうまくいかないですね。うまくいきそうだとまた潰れって感じが繰り返してますので、もうちょっともう就活やめたみたいな感じで、もうやめようと思って、はい、どこかに所属するよりは自分でという。そうですね、ちょっとまあしばらくこうプータローでもいいのかなっていう。そもそも山岡さんと宮沢先生はご縁としてはどこでですかね。あのダブル宮沢ですか。ダブル宮沢でしたっけ。もう一人宮沢先生って、眼科医の先生がいて、そのお二人がですね、大変無謀な計画を立てたんですよ。はい、厚労省に持ってくるやつですか。そう、一応僕は当時ツイッターとかをこう追ってたんですね、はい、で頑張っていらっしゃる先生方、良心的なね、先生方いらっしゃるんだなと思ってた、でそうしたらなんかですね、署名をしたと、はい、だからその例のものをその子供たちにましたね、ということで、その結構署名を集めてですね、でそれをその厚労省にその持っていくと、でいつ東京に行くなんていうのを見たんですよ、はい、で俺と思って、ちゃんとこれアポとか取ってねやってるのかなと思って、はい、でちょっともう一人の宮沢先生の方にですね連絡取ったんですよ、でこれ先生いらっしゃるのいいんだけど、ちゃんとアポを取られてますかと、えアポ取ってませんとか言ってとか言ってどうするつもりですかと、はい、でそれで今度じゃ あの宮沢にゃんこ先生とも、ちょっと話してみてくださいということで、で急遽ご連絡してですね、はい、でお話ししたんですよ、はい、で先生厚労省持ってくってなんかつてとかなんかアポあるんですか、受付じゃいけないんですか、だから受付持ってったってそれもどうしようもないでしょうということで、もうとにかくそのこの署名だけ持ってもう来るだけ来るというほとんど特攻ですね、はい、2人で、はい、ということを聞して、それはちょっと無謀すぎると、よく感づきましたね、はい、思った通り無謀だったわけですね、そうですね、それでだからその時まで全く初めてですよ、だからもう面識なしで電話だけ、まあ、そういうこと多いですね、さっきの話もそうですけどね、いきなりなんか飛び込んでくるというね、でそれで、じゃあなんとかしなきゃということですね、急遽夜ミーティングをしてですね、このまた夜また急遽初対面で、ミーティングをしましてね、はい、もう次の日行くとはそういう、もうほとんどそんな感じですよね、はい、そうですそうです、はい、で、いつ来るの、じゃあ夜じゃあそこで東京駅で会いましょうみたいな感じで話して、で宮沢にゃんこ先生、いやにゃんこ先生後から来ますと言って、新幹線も別々でね、で来られて、で急遽ですね、まあその時ねちょっと一緒に仕事をしてた人を通じてですね、国会議員の、はい、もうドクターのね医師免許を持った国会議員の方にお願いをして、でその議員の方の事務室に厚労省の、その担当者に来てもらって、そこに、はい、ダブル宮沢先生を、お連れして、そこでその厚労省に直接ですね、お話意見をしていただいて、で、まあ、署名を渡すのはですね、厚労省の前にわざわざ移動しまして、その厚労省の あの建物の前で、その担当者の方にですね、その署名を渡すという絵を撮ったんですよ、でその時に、こう協力してくれるっていうこの番組制作会社だとか、そういったところもありまして、流れましたよ、ね、そうですね、あれ誰が撮ったんですか、あれは誰が撮ったの、覚えてない、テレビ局の方が来たわけじゃなくて、じゃないんです あれはね、ある番組制作会社の人がその話を聞きつけて、でじゃあその絵を撮らせてくださいって言ってきてくれたんですよ、でその議員との会談とそれは別ですよ、そこは入れないんですけど、その署名を厚労省に渡すという絵は、そこは撮ってくれたんですね、でそれサンテレビかな、それを神戸のサンテレビさんが、放映してくれたんです、はい、でそれがまたヤフーニュースにも載ったんですね、そうだ、それがまあね、頑張った
まあ、会があった一幕ではありましたね。でその時にそのとにかくその子どもたちへのとかにはすべきじゃないというですね、はい、あのことを、まあ、ダブル宮沢先生に、あの訴えていただいたということがあったんですよ。でその時のお二人の、まあ、善意ある特攻、まあ、明けて明けて無謀な、うん、だからそのただってそれせっかく集めたものをですよ、厚労省 の, その受付に行って置いて帰ってきたってもうどうしようもないわけですよ。その山本の嗅覚がすごいなと思いましたね、うんうん、これは特攻じゃないかと。あ、もうあんまり特攻だなと思いました。ちゃんと連絡取ってないというのを、これもやばいなと思いましたね、はい、なんで、それでも本当のギリギリのところで、まあ、連絡がつきまして、で、まあ、そういった形に急遽アレンジして、まあ、あの厚労省に対して直接意見をして署名も渡す、またそれを絵に撮って、はい、テレビに流してヤフーニュースに流すという、まあ、あのなんとかですね、あの、まあ、精一杯のことはできたという、まあ、そこで、うん、あのそこが本当の初対面なんですよ、うん、そうですね、だから事前に仲良く話したりなんだりして、あの、ね、それで仲良くなって、で実はこういうことはそういう、もうプロセスゼロ、なし、東京で会った、そういきなり特攻、うん、でその後ね、みんなであの日比谷公園の、ね、そうですね、はい、あの松本楼に行って食べて、お昼食べながら、うん、そこでなんかやっと座って落ち着いて話をしたみたいな、うん、ことだったんですね。それが本当に宮沢先生、まあ、宮沢良先生とのですね、うん、慣れ初めなんですよ、うん、はい、そのまあ、特攻阻止みたいな、うん、はい、いや、ね、初めて聞きましたけど、そういう、うん、思いが同じだったから本当にね繋がったというそうですね。何も考えてない。だからその善意と情熱っていうものは本当に素晴らしい。でそれはやっぱり絶対こう無駄にしたくないなということですよね。でその時にね、だけど、まあ、あの宮沢にゃんこ先生もですね、まあ、あのご本人は意識してないでしょうけどもね、やっぱりこう悲壮感があふれてましたね。でこうお話しするじゃないですか。でその時にね、もうご本人お忘れだと思うんですけども、うん、まあ、僕におっしゃったことがですね、こう、うん、なんでね、その真実が現実が分かっていて、つまりどれほど危険かということが分かっていて、うん、平静を保てるんですかと、あ、言いましたね、うん、ってことをその僕に信仰を本当にこうおっしゃったんですよ、うん、でその本当にだからその現実の厳しさにこの本当にこう苦しんでおられるというですね、はい、ということがもうひしひしと分かりましたね、うん、あの私もテレビで拝見して、ダブル宮沢先生ので、僕もそっち側で、ね、活動してましたが、すごいあれは励まされましたよね、署名たくさん集められて、いや、まあ、署名を集めるのはもちろんあの、眼科の医の宮沢先生なんですけど、あれ、まあ、宮沢さんがね、いやいや、あのあれを、うん、あの日本でもちっちゃい人にやるということで、いや、そんなのは絶対みんなやらないよって言ってたんだけど、あの宮沢さんがやる、絶対、うん、あのやってしまうって言って、うん、そんなバカなことあるって言ったんだけど、まあ、説得されてですね、あの、まあ、あれで随分あれ全国回りましたね、あの後ね、あの、はい、特に田舎がね、東北地方が、うん、あのやっぱり危ない、ね、ということで、東北は一生懸命行きました、東北山陰、四国ですね、うんうん、でもどこまでね効果が、いや、でも僕は想定していた子どもの 割合よりはね、うん、僕が個人的にはだいぶ低く収まってたんで、うん、テレビはね、もうやれやれやってましたから、うん、大阪低かったんですよね、あ、やっぱ東北がね、日本で一番ね、低いのは大阪でしたか、沖縄でね、そうなんですよ、あの、うん、随分あのもう結構何とかしなきゃって思いでしたね、これね、あの一つのパターンがあって、うん、はい、あのやっぱ宮沢先生、にゃんこ先生はですね、うん、あの性善説なんですよ、はい、うん、だからそんなことあるわけないだろうと、
そんなわけはないだろうと。そうですよね、常にそこに行くんですよ、はい、うん、だけど僕はほら海外が長くて、そういったまあグローバル企業もよく知ってますしね、うん、自分も働いていて、うん、でまたそういう反日団体とも戦った経験があるじゃないですか、だからそういうこと絶対あり得ると、うん、企んでるやつはあり得ると、絶対それあり得ると、はい、うん、そういう発想絶対あると、もうそっちへ行くわけですよ、うんうん、だから僕はこう性悪説じゃないけど、うん、あ、それ十分あり得るなと思う、うん、とかにゃんこ先生、いやそんなバカも、そんなひどいことする人間いないだろう、そんな悪いことするやついないだろうと、いるんですよ、うん、でそれでまた非常にこう傷つかれながら、うん、はい、活動を続けるというですね、うんうん、そういう、まあ、大変、まあ、失礼ですが涙ぐましいですね、はい、展開でしたね、うん、淡々と宮沢先生も、ね、その悪い人がいるんじゃないかみたいな方にシフトしてきた、この1、2年だというか、もうびっくりですね、びっくりですね、まあ、国内の悪い人は結構あるのかな、でもね、その前にNIH とかの問題とかもあったからね、なんかそう、なんか結構やられてるなという感はありましたけどね、まあ、あまりこれ言うとまたバンされちゃうので あれなんでしょうけど、はい、そうですね、ちょっとそのあたりね、はい、2024年にですね、はい、まあ、どういう、まあ、企みなりはね、本当にね、また新たなものが、はい、まあ、可能性があるし、そしてもうすでに交換噂されているようにですね、新たな、が導入されると、でまたよりによって日本がその先陣を切るというようなことが想定されているわけです。そして、まあ、まさにね、パンデミック条約や国際保健規則の改定というようなことも訴状に上がっていると、はい、ということでね、まあもうちょっと今年はね、宮沢先生はもう寝る暇ないですね、それ最初聞いた時にえっと思ったんだけど、ニパですよ、ニパ、はい、ニパウイルスっていうのはコウモリから豚に感染して、豚から人に感染して、致死率は3割ぐらいいくのかな、結構高い、東南アジアとかで出てくるんですよ、でまあでもそんなのと思ったわけですね、本当かなって話です。 でもコロナと同じく、もうずぐ前に20年ぐらい前かな、もうできてる、十、うん、何年前かな、できてるんで、いくらでも作れるんですよ、日本でも技術持ってるし、フランスも技術持ってるんですよね、まあ、アメリカももちろん当然持ってるでしょう。それで、びっくりしたのは、これ言っていいのかな、某製薬メーカーがニパウイルスのワクチンを mRNA ワクチンで作ってると、お、開発中だと、でそれ僕不思議でならないんですよ、申し訳ないですよ、不思議です、うん、というのはワクチン会社っていうのはお金にならないと手出さないはずなんですよ、要は数年に1回数百人が感染するとかウイルスに手出します？いやー、そのちょっとリスクがね、投資したものがね、投資回収できないじゃんっていう話だけど、もうちゃんと治験はやってるわけですよ、でそれで気がついて、いろいろとね、そのモデルナとかファイザーがどういう治験を今やってるのか見ると、怪しいのが結構出てくるんですよね、なんでなんでと、はいはい、なんかね怪しいんですよね、でコロナがですよ、はい、その時2020、さっき今何年でしたっけ、22年ですか、うん、参議院選挙、そう、あの時、オミクロンが2021年に出て、うん、で22年のあの頃で3月4月の頃もう、オミクロン僕確信してたんでね、で焦ってたんですよ、なろうかって一瞬思ったんですよ、これみんなに知らせないといけないと思って、それで、これ相当やばいよと思ってたんですよね、やります、じゃあ、え